ヨッシーやな、今回はろ過やります。はい、ろ過、やります。で、ろ過っていうのは、中学1年生の理科ですね。で、液体の中に混ざっている固体を取り出すんですよ。前回やった、再結晶とかの話と一緒です、ほとんど。で、ろ過っていうのは飲み水きれいにしたりするときにも使えます。飲み水の中に汚い固体を取り出すみたいな方です。で、基本的にこんな風に書かれます。うまない、うまくない。この三角でちょっとチョーンって出てるやつを、ロートって言います。ロートって言います。で、これガラス瓶です。で、ビーカー、ビーカーです。で、このロートの中にはロートに沿った紙があるんですね。それロシって言います。で、ろ過っていうのはそのロシの中にその液体を入れて、このガラス棒を滴らせるんですね。こっから液体を入れて、ガラス棒に液体をこう散らして、ここに紙があるんで、その紙がフィルターみたいになる。紙を水が通ってくれるんです。その時に固体はその穴を通れないんですよ。ロシっていうのはちょっと穴開いてて OK ですか。で、最終的にここに液体が溜まってくるよっていう実験です。で、注意点として絶対挙げられるのが、このロートの足の尖った部分、いける、片方尖ってんねんな。で、尖った部分を絶対ビーカーの壁にひっつけてください。OK。 そしたら壁を伝って下に行くんで、壁に当てないとダメです。このガラス棒、これ間違ってるんですけど、このガラス棒っていうのは絶対に、ロシの重なってる部分までひっつけてください。じゃないとロシ、ポタポタ変なところに落ちるんで、こうひっつけてあげるとちゃんとロシの上に落ちてくれます。で、液体っていうのは絶対こうやってガラス棒を伝らせて、やります。じゃないとドボドボってやったら、パンパン跳ねるやん。危ないよ、汚いよ。 OK。 だからこうガラス棒を伝らせる。 OK。 で、ここロシが入ってるんですけど、そのロシの8分目までは、以上は絶対入れたらダメです。8分目までしか入れたらダメです。だから満タン入れたらダメってことです。 OK。 これがろ過でテストに出る範囲ですね。まあ、ろ過ってそんな出ないんで、そこまで重要じゃないですけど、この今回まとめノートにも貼りますけど、実験の注意点っていうのは知っといた方がいいです。ロシっていうのがまあちょっとずつ穴開いてるんで、そこを水だけ通るっていう感じですかね。まとめノートです。これでもうみんな液体と固体分けれるな。再結晶、蒸発、ろ過できんな。ロッシー。